三宅県退場に思う、ジャニーズタレント退場に伴う SNS 運用ルールの必要性、芸能所内業務話。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今月2日をもって、ジャニーズ事務所を退場した元 V6 の三宅県43。 と、同事務所でタレントや副社長として活躍した滝沢秀明氏41の共演には驚いた。三宅は解場ギリギリの2日午後11時59分まで自身のインスタグラムで生配信を行い、コメント欄に滝沢氏がファンの方に愛あるメッセージをください。俺も、しいこそ、などと何度も投稿。三宅が タッキー、しつこいな、と反応するなど、かつて剣保したキーをとして、同君が二人の交流に、ファンは大喜びした。ジャニーズタレントは、退場後に SNS を開設することが慣例だったが、今や、所属タレントが SNS アカウントを持つことは珍しくない。そのため、三宅のインスタとツイッターの行方が、注目された。現在もアカウントは残っているものの、 退場後の投稿はない。今後の運用が気になるところではある。22日をもって平野市要26、岸優太二27、神宮寺優太二25のメンバー3人が脱退するー n g p i n s はさらに事情が複雑だ。キンプリはグループとしてインスタやツイッターに加え、YouTube チャンネルや TikTok へのアカウントを持っている。 23日以降は長瀬二24と高橋海人24の二人で活動を継続するが各 SNS を残すのであれば脱退退所組の写真映像を残すのか。生在ゾーンを昨年末退所と共に芸能界を引退したマリウス陽子23。 と、メンバーの思いを届けるためにインスタを開設したことから、今もマリウス氏の写真は残っている。金プリの3人は、脱退退場後も芸能活動を継続すると見られ、社会貢献を目指して芸能界を引退したマリウス氏とは、退場理由が異なる。これまでも所属タレントの有料ブログなどは、退場と共に削除されてきた。ジャニーズアイドルとして残してきた足跡が、 退場によってすべてなくなってしまうのは寂しいの一言に尽きる。今後も SNS アカウントを持つタレントが退場するケースはあるだろう。何よりもファンの思いを組んだルール作りが求められているのではないだろうか。渡辺昇進。羽生結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。